片岡です。今日はですね、小春日和というお菓子を作ってみたいと思います。小春日和というとですね、なんか春の言葉ではないかと思いがちなんですけれども、まあ、そうではなくて、晩秋から初冬にかけての寒い時に使われる言葉なんですよね。よくテレビなんかで天気予報でアナウンサーがですね、今日は小春日和のような暖かい一日でしたみたいなね、あの言葉を聞いたことがあるんではないかと思うんですけれども、まあ、今日10月22日ですけれども、まあ、今日この頃の、ね、寒い日の中でたまたま暖かい一日があって、まあ、そんなような日のことをですね、小春日和と言います。今日はですね、その暖かい日のもみじの様子をですね、表した小春日和というお菓子を作ってみたいと思います。はい、練り切りの重さですね、黄色練り切り 25g、 ひき茶練り切り 25g、まあ、これちょっと多めに取ってありますね。後でカットします。それから、オレンジと白が少しと、中あんが 15g ですね。ではいきます。はい、まずひき茶練り切りを伸ばします。ひき茶練り切りはですね、まあ、大体5センチ幅ぐらいで伸ばしたいと思いますね。厚さ大体まあ2ミリぐらいで、大体こんなもんですね。幅が5センチの、まあ、長さが、まあ、最終的に 9.3 ミリあればいいんで、まあ、10センチ取っておきたいですよね。まあ、10センチ十分ありますね。そしたらまあ適当にちょん切って大丈夫ですね。はい、まず1回目、幅がまあ5センチの長さが12センチの長方形、厚さ2ミリを作りました。これ取っておきますね。はい、黄色練り切りいきますね。幅が5センチ、ね、幅が5センチ。はい、そして、長さ12センチでしたね。12センチ、こんなもんですね。十分ですね。はい、そしてこれを取っておきますね。
もう一枚布巾を出します。そして、オレンジ、白、はい、じゃあこれをこのまままた取っておきますね。はい、次にですね、黄色を持ってきます。さっき伸ばした黄色をですね、広げて、もみじの型でね、抜きましたね。はい、そしてこっちも、はい、そしたらですね、こっちのこのさっき伸ばしたオレンジですよね、これをそして今度はですね、緑を持っていきますね。そしてですね、これをそのままそーっと緑の上に乗せますね。はい、乗せたらもう一度布巾をかけましょう。さあ、そして、端っこを切りましょう、ね、そして 9.3 センチ、はい、そして中案を俵型にしますね、まあ、ちょっと巻きやすいように、ね、手前を押して、はい、そしてこの上にもう一枚乗せましょう。ちょっと寂しいんで、はい、最後に、この葉、楓の葉っぱを、もみじの葉っぱを乗せて、はい、これで小春日和の完成です。ありがとうございました。